発火者は現金を含む日中の運動を懸念して減少する傾向にあります。一方で、今後も断続的に進化していくという声も聞かれました。太平洋戦争末期の激戦地硫黄島で今日22回目となる日米合同の慰霊式が営まれ、日米合わせておよそ2万9000人の戦没者を追悼しました。日本側の遺族で作る硫黄島協会の寺本哲郎会長や、日本に駐留するアメリカ海兵隊を統括するジェームズ・ビアマン司令官らが参列しましたが、新型コロナのため延期になっていたこともあり、参列者もアメリカ本土からの参加を見合わせるなどしておよそ40人に絞り込まれました。岸田総理大臣が先ほど議員宿舎を出て総理公邸に引っ越しました。総理大臣が公邸に住むのは野田元総理以来およそ9年ぶりです。岸田総理は家族もできるだけ一緒に過ごしたいと述べましたが、当面は秘書を務める長男との2人暮らしです。以上、ウィークエンド